はい、こんにちは、カズボです。トレネコの大冒険続けやっていきたいと思います。前回ね、もっと不思議の、まあ、ここまで来たんですけど、22階か、あと8階なんだよね。だからこんなの持って帰りたいけど、アイテム圧迫してっからな、どうしようかな、ここら辺でしのぐしかないんだよ。転ばぬ先の杖なんか、でもザキの杖っぽい感じもするんだけどな。まあ、いや、とりあえず降りてみっか。23階。すげえな、お金。お、幸先いいんじゃないかこれ。あー、そっか、プラス3なんだよね。ドラゴンが多分出会うことになるでしょうから、惑わしそうとかもいるよね。ゴーレムぐらいだったら倒せっか。ちょこちょこ、まあ倒せるのは倒していった方がいいんでしょうけど。大きいパン、96パンもあるのね。パンの巻物あるし、ここら辺でやっぱしのぐしかないのか。時の砂もあるけどね。モンスターハウスに行った時困るんだよな。うわ、始まった。これ誘爆すんじゃん。あー、逃げれんな。あー、銃も減らされた。大丈夫かな。お、なんかあんじゃん。やべやべ。これなんだ。あ、いいね。金縛り。毒や。毒消しちゃったっけ。あー、さっきモンスターハウスにあったな。モンスターハウスだな。マジか。シルバーデビルがいる。ちょっと あ、やべえ。あ、おめおめ、やめろよ、本当にもう。マジか。なんで、もう絶対もうちょっとで上がりそうだったのに。メダカにそう。さて、いらねえの、いらないの、いらないの、どうしよう。いらないのない。一本の木のいらない。鉄の矢。なんだ。モロハいんな。絶対いる。野草もいるな。パン、まあ一応ムーラ草もさっきみたいな時ね、困るからな。23階か。待て、これでいいや。はい、来た。
あんまよろしくない人来たね。まあぶっちゃけ無理やり回らなくてもよかったけどね。惑わすはいるか。メダパニより惑わしの方がいいかな。迷うな。音切りはいるね。そろそろ集めながら行かないと。本気でまずいぞ。メダパニ、メダパニでぶん殴りまくるのもいいよね。まだそれ1個あったらいいか。24回。変なタイミングでレベル下げられたな。生きるとはいる。あ、こっちにいんの。転ばぬなのかザキなのかだよね。インパスあれば分かっけど、インパスあった。これはどっちだろうな。ザキかもしれない。ザキだったら投げれば一撃なんだよ。だけど祈りの、あ、ザキだった。これ何が転ばぬだよね。どの口が言った？この口か。やべえやべえ。なんだここ。まあ三発だか。どっちだ。今回復が遅かったからなんか近づいてきてんなとは思ったけど。じゃあそっちかい。マネマネか。あと5回。85しかない。ザキは効率もまずいな。こいつこそメダパニかな。何発？4発か。惑わしそう。パンの巻物。マネマネだ。てか、ああ、ないや。ここだけ。シルバーデビル来んなよ。レミがあったっけ。あったあった。シールドいらねえな。あ、来てよかった。こっちは食らう。うわ、アホだね。やんなきゃよかったな。
運が向いてきたかな。独走、そういうこと言うと運向いてないな。まあ持って帰りたいは持って帰りたいけどな。はぐれメタルの盾欲しいな。27回、またこんな感じか、ね、あ、いいね。何も落ちてないか、これ落ちてない。モンスターハウスありそう、これ。あ、大丈夫だった。唐突に前進めなくなったから何だと思ったじゃん。なんか来たぞ。またですか。ああ、またおかしなの来た。どうすかな。銀の杖、メダカにも毒素いらない。鉄の矢か。一瞬鬼面同時に焦ったが、多分シャドウいるな。これなんだ。吹き飛ばしなのか。吹き飛ばしだね。レブオルの時あっからね。吹き飛ばしはいるな。あ、いけそうだね。これはサンゴ。サンゴってなんだろうな。南山所。なんざましょ、なんざましょ。どうすっかな。あれなんだろうな。変化の杖もいざという時役立つしね。素早さも逃げれるんでしょ。窓橋いらないか。だったらばレベル上げたいんだけど。やりほう。いやー、全部いるな。でもまあ杖でなんとかなりそうな。29回。さあ、あいつはアークデーモンか。バカ、もうなんでそこでミスんだよ。ドラゴンの3000はやばいね。ああ、よかった。口なし、バイキルトいる。帰りてえな。口なしも持って帰りたいね。もうそろそろモルバの杖なくなるよね。金縛りも役立つし、とりあえずどうしようもないから、
どうしましょう。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう。なんだあれ、なんか湧いたな今。マジかよ、よりによって。あと1回なんだからよ。メダパニ、メダパニの悪魔ここにいるからね。そう、おめえか。あれ？どこ行ったんだあれ。ああ、もう一発。祈りやった。やったけど持って帰ろう。ザキに振りたいけどね。30来た。ありましたね。ちょっと待てや。嘘でしょ。さて、帰れるかどうかが問題です。ということで、行っちゃおう。これであと回収しながら行けばいいんだ。いや、幸先悪い。そう。えい。階段のとこに飛んでくれよかったのにね。ここか？なんで外す？バカじゃねえの？なんで投げようとしてんの？飲んでんの？しかもやべえじゃん。どうすっかな。振る。何になる？ちょっと待ってよ。よかった。ちょっと待てや、もう。本当に何やってんの？超焦ったんだけど。後ろから来てんね。
28回。やべ、やっちゃった。あれ？あ、吹き飛ばしじゃねえや。バシルラか、これ。そう。あ、やった。何気にラッキーだね。レム俺じゃないもんね。回復、回復。いけ、84しかね。レベル21で来るってもう恐ろしいね。鬼だね。あ、ああ、今出れないかと思った。階段ここら辺ないかな。どこ？なんだそれ。ちょっとこれサムネにしよう。はい、サムネ用できました。ということで、どうすかこれ。諸刃の杖。へい。どっちだこれ。どっちだ、こっちか。あった。よっしゃ。剣でもねえんだよ。シルバーデビル行くかな、普通に。行ったけど階段があった。よかった。23回はいないかな。いきなり爆発パターンね。さて、やだな。うわ。ちょ、待っ。いや、待てよ。もう落とし穴やだね。なんだよ。まだ一撃じゃなかったの？嘘でしょ？指輪。ああや！今なんかそんな気はしたんだけど、欲に負けてしまった。ああ、シルバーデビルか、あれ。違うな。爆弾は。OK。これも怪しいな。やっぱり。なんだよ。怪しい、怪しかったけどね。なんか、いい指輪かなと思って。人形避けとか全然。もしかしたら手に入れてたかもしれないけどね。すいせいな、ギガンテス。冗談じゃねえ、もうやめてマジで。その変なループは。よかった。いや、もうどけや。なんだよ！おお、もう勘弁せえやん、ほんとによ。変な爆発すっからいいよ、もうあいつは。まあ、目標次50回かな。今頭絶対擦れたよ。変化。ああ、よかった。可愛くなった。回復。ギガンテスに頭ゴスンってやられたね。ゴスン釘でね。50くらいしかないのか、あれ HP。あんな明らかに違うじゃんね。
やった。うるせえ。よっしゃ、もう大丈夫だ。いや、大丈夫じゃねえかも。相手も怒ってないね。奇妙な箱を置けば次の会見だけど。嫌だよね。あ、相手もあった今。お、毒素を持って帰れる。やったね。ベビーサタンいい仕事してくれるじゃないですか。川の盾様様。さて、この後にまた不思議のダンジョン99階とか目指すことになるけど。いけましたね。なんとか。危ねかった。もう死んでもおかしくなかったもんね。一回で死んでみたりさ、普通にさ。何？ 30 階まで行けてみたり。装備品しっかりしてればね、ちゃんといけるからね。これもなくなっちゃうんかな？できるとか持って帰ってもいいかな。鑑賞用に1個で。ああパン。奇妙な箱。あれ？あれ？部屋はここだよな。これなんだ？パンの巻物。今回もエンディングまで、まあエンディングっていうかエンディングだな。ここでベビーサタン買ってるとアイテムたまるよね。まだちょっとね、欲しいものがあるけど、しょうがない。この指輪とかもなくなる？もしかして。まさかな。しゃなく。サンゴ何だったんだこれ。呪われてないんかい。全部呪われてない。しゃなく。しゃなく以下じゃ。シャキーンって音鳴ったね。ミスるし、眠り、たまたま眠らず持ってたからいいけどさ。なんだそれ。結構いい時間になってんだけどな。あー、最初アグレビター立て欲しかったね。リルミトがあると思ってたから。そう、ないんだよねここね。後々調べたらさ、ね、程よく忘れてるでしょ。だから忘れてる時にしかリルミトがもうないって分かってるじゃん。だから奇妙な箱取るしかないわけよ、物持ち帰るにはね。どうがいいか。だから、それを忘れてる時しか味わえないプレイとかもあるわけよ。ね。全部分かってて、デキレースみたいになったら面白くねえじゃん、逆に。そうか、眠らずか。どっけし。いや、もう今更いらないっす。ごめんねー。
何が転ばぬ先の杖だよね。ザキの杖持ってきたよな。だ祈りも持ってきて正解だったね。今祈りザキに振ればまあまあ余裕でもないか。結構いくらか楽だったんですけどね。投げても効果あるから、まあ、2個ぐらい持ってればちょうどいいんじゃないかな。はい、とうとう元不思議も一応はクリア。珍しい指輪とかやっぱ拾って出たかったけどしょうがないね。3回で40いくつくらったよ。なんか持ってそうだよね魔導士、窓とでっかい牛だよね。でっかくはねえか。階段、はい、出ました。1位ですね、多分ね。あなたお帰りなさい。あら、あなたなんか少し匂わよ。ちょうどよかったわ。あのね、ポポロが掘り当てた温泉でみんなの入れるような大きなお風呂を作ったのよ。今夜お風呂にでも入ってゆっくり休んでね。あなた預けるのは。今も頑張りますよ。あ、あるあるある。なんでたんだ。あ、ドッキシだったんだ。やったぜ。力はいらない。シャドウ、あと毒草、時の砂、これはあそこでしか手に入りませんからね。もっと不思議でしかね。分裂のせいだったんだ。まあいらねえかと。はい、ということで、まあね、温泉ができたらしいです。なんとまあ50歳も若返ってしまったわ。でも50歳若返ってもまだ子供にならないっていうのも考えたらすごいことよね。耳も目も口も全て達者になりましたわい。130歳か、そうじゃの、60歳くらいに若返ったかの。第二の人生使おうか。それを考えただけでワクワクしてた。もう60歳。久しぶりに帰ってきたら、温泉は湧いてるわ。父や母は若返ってるわ。一体何事でしょう。ルルは、今までルルや父たちがお世話になったそうで、本当にありがとうございました。まあ、こう回ってみるのも楽しいよね。温泉ができた。トレネコさん、女風呂に入ってみたいと思いませんか。いや、何も言わなくても私にはわかります。実はね、あるんですよ、入る方法が。変幻の杖、これを振って女になれば、誰はばかることなく女風呂に自由に入れることでしょう。振ってあげましょうか。いいえ。痩せ我慢は体に悪いと思いますが、まさかあなたは男風呂の方が満足できるとか。いや、後で試したいけどね。女のトレネコさんなんのかな。試してもらおうか。はい、どれ。あ、ねねさんだった。戻んのか。あ、戻んだね。
ねねさんだって女風呂入れるらしいですね。はい。いや、さすがですな。お店を大きくするだけでなく、こんな温泉まで作るとは。田舎に帰る前に一風呂浴びることにしたでござる。いや、極楽極楽でござる。気持ちがいいな、プルプル。あれ？ポポロは？まあ、今回ここまでですね。まあ、最高までできました。だ何回もあそこ入ってね、めぼしいものは持って帰ってきたいな。幸せの指輪とかないのか。ある？え、2だっけな。歩くたびに経験値入る指輪。回復の指輪とかもすごいいいけどね。歩くたびに10ずつ回復するとかね。ちょっと馬鹿げてる。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。次回どっち行こうかね。今もう一回同じの入ってもいいし、もうちょっと強くして、からでもいいかな。はい。よしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。